村とマゴメトビチ・ジャジュコフは、イングーシ人の政治家。旧キルギスソビエト社会主義共和国、推し出身。元ソ連国家保安委員会、ロシア連邦保安庁の中将。2002年5月23日から2008年10月30日まで、イングーシ共和国大統領を務めた。1980年、チェチェンイングーシ国立大学歴史学部を卒業。在学中、 1978年のキューバでの第11回万国青年学生フェスティバルの代表だった。1980年から1981年、トーナズラノフスキー地区委員会で働き、その後、軍に召集。1984年、ミンスクのソ連 KGB 高等課程を終了。同課程終了後、1992年まで、 チェチェンイングーシュ自治ソビエト社会主義、共和国 KGB で働く。イングーシュ共和国建国後、その保安時間となると同時に、安全保障会議初期を務めた。1996年から2002年、FSB アストラハン州局副局長。1996年から1998年、ロシア連邦議会連邦委員の委員会で働く。二千二年一月、 南部連邦管区ロシア連邦大統領副前兼代表に任命。1月29日、少々に昇進。2002年4月28日にイングーシ共和国大統領に選出され、5月23日より就任。同年6月からロシア連邦国家評議会議員。2008年10月30日に大統領を退任した。 哲学科学博士で40系以上の国際青年運動と北カフカーズ諸民族の伝統文化に関する論文の著者。ありがとうございます。